せーの、もうゴキブリがなんかあのなんだろう、背景の一部になってきてるよ。やばいね、ゴキちゃんはもうなんともなりませんね。知らない方がかえって気が楽なものだ。次の日に何が起こるのかわからなくとも死ぬわけではない。このセリフ好きだな。なんかちょいちょいさ、この日記に書いてあるセリフがさ、いいんだよね。なんか前向きな感じがしていい。OK。次。何かに影響されたゴミ虫、いや、お客さんがコミュニケーションを取ろうとしてる様子だ。そのうちの一匹が標識に似たものを持ってきた。滝にメタノワイヘ？一体何を言ってるんだ？どういうこと？どういうこと？いや、これ、銃出ないんだけど。これまた病気になるかもしんねえな。ゴキブリ増えるのかな。やべ、おお、なんだこれ。メリージェーンが大変なことになった。病気になりすぎて紫になってる。何これ、靴破れてるし足でかなってるやん。え、すごっ。は、どういうこと、これおかしい。なぜゴキブリと会話を、気がおかしくなったのか。これは一体どうしたんだ。メリージェーンが横になった時は人の姿だったのに、今では姿が変異してしまっている。何が起こってしまったんだ。メリージェーンは腹をすかせている。いやー、もうそれは腹減ってんだろうな。でも上までは大丈夫なんだ。あ、テッドの腹が鳴っている。テッドは棺桶に足を突っ込んでいる。マジか。脱水症状、空腹疲労。これティミーももしかしてこういう風になるのかな。だったらこのまま病気にさせといてみようかな。脱水症状を起こしてるから一応水をあげよう。てかなんかさ、メリージェーン水いらなくなったね。まあいいや、とりあえずじゃあいらないなら、この、あ、病気治ってる。あ、なんかスーパーサイヤ人みたいになってる。ゴキブリたちは日に日に、あー、これはもうちょっとそろそろ殺しましょう。そろそろね、これでやっと殺せるでしょ。死んでくれよ、死んでくれよ。よし、来たー。で、ティミーだよ。あとティミーが、ティミーを治してあげたいんだけど。勝った、とうとうゴキブリに勝ったのだ。人類にとって記念すべき日だ。人類は優先種として、ありがとうございます。地位をね取り戻しました。ありがとうございます。いやー、よかったよかった。で、あとはあれだな、ティミーの病気が治せるようにドローレスがなんとかね、この救急箱を持ってきてくれるのを祈るしかない。テッド空腹、メリージェーン腹減ってる、ティミー空腹。でも上じゃないからいいでしょう。疲労はしてるけど OK です。じゃあ明日に向かいましょう。なんて大バカ、なんてバカ野郎だ。爆発なんかさせやがって、大バカ者め、くたばってしまえと去年バーベキューグリルを爆発させたお隣さんに言ってやるんだった。だ、これこの間も言ってたね。 OK、 嬉しいです。翌日、そろそろメリージェーン帰ってこないかな。帰ってこないな。メリージェーン死んじゃったんじゃない、もしかして。大丈夫、ちょっとやめてよ。メリージェーンじゃねえわ、ドローレス。メリージェーンお腹を空かせている。テッドお腹を空かせている。みんなお腹空いてんのか。テッド空腹。あ、メリージェーン上になってる。やべえ、そろそろご飯あげなきゃ。じゃあティミーにも、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、あ、ちょ脱水症状起こしてたっけ。あ、大丈夫だな。次行きましょう。今朝換気をするためにシェルターを開けると、ドアのそばに置けるスーツケースを発見した。置き場もなければ当たらない。お、これ絶対あれでしょう。なんか中身入ってるでしょ。来い、なんか来い、頼むぞ。お、ドローレスが帰ってきた。あ、すごいげっそりしてる。あ、マップ壊してきたこいつ。しょうがないな。ドローレス大丈夫だった？くそ、これは罠だ。中にはゴミしか入っておらず、しかも開けたらすぐに爆発した。誰か怪我してないか。怪我してないならいいけど、怪我してんの誰か。誰も怪我はしてなさそうだね。オッケー、大丈夫、誰も怪我してない。ドローレスが空腹と疲労。疲れてるね。顔がものすごい疲れてるし、ガスマスクも壊してきやがったなこの野郎。もう持ってったもんほとんど壊したじゃねえか。まあしょうがないか。喉からから空腹。あ、怪我してんだメリージェーン。どこ怪我してんだあなた。なんかもうワンちゃんこの姿なら怪我しても大丈夫なような気しかしないけど。ああ、まあいいでしょう。特に何もないか。じゃあでもスープ缶とかいっぱい取ってきてくれたみたいだから、スープ缶をみんなにあげましょう。よし、じゃあスープ缶とお水もあげよう。いっそのこと、原子爆弾が落とされてから電話の呼び出しが鳴るなんて。おっと、ドローレ、ちょっとお前メリージェーンならいけるだろう。今ならいけるだろう絶対。めっちゃ強そうだもん。だって腕とか超太いし。19日目。もうなんかメリージェーン何でもできそうじゃん今。空腹怪我なんか結局大丈夫だったかな。電話に出ると相手から安堵の様子が伝わった。彼らは近くの町で昼晴れの正常さだった。あ、なんかこの間もこんなんあったね。とりあえず何事もなかったってことだね。 OK です。分配の時間、特にみんなないよね。空腹疲労、まあこれはいつものことです。
オーケー、何もない。じゃあ明日 go。 20日です。アイテム探しに行きます。メリージェーン絶好調なんだ、病気だけど。この小さな空間の中で腰を落ち着けて座っているのか、それともこの汚染された荒れ地から、逃れる方法を考えるのか。これもこの間出たらラジオを使うのかな。オッケー、とりあえず無視です。ラジオ持ってないし。メリージェーンすげえ、ももとかにも警戒できてるもんな。大変だなこれ。なんかブーブー言ってたな今。必要となることがあるとすれば、このエリアで受信できる緊急報が。ラジオないからな。さすがにまずい傷だ、どうにかしないと。誰メリージェーンは強いか。あ、マジでメリージェーンそんなに傷ひどいの。でも大丈夫そうだけど、めちゃ元気そうだけど。もうだって顔もうニコニコよ、ニコニコ。靴、うわーやばいね。これほっといたら死んじゃうのかな。まあまあでも多分こんな感じなら大丈夫でしょ、このメリージェーンなら。今なら大丈夫な気がする。あとハーモニカしか持ってこない。ハーモニカ持ってけ。もしかしたらこうハーモニカと何かを交換してくるかもしれないからさ。はい、ということでメリージェーンに行ってもらいました。メリージェーンが外へ出ていった。オッケー、といで。オッケーです。あとみんなの体調を。そんな感じ。喉からから空腹疲労、喉からから空腹疲労、喉がからから空腹病気。大丈夫です、飢えてないんで大丈夫です。ドロレスが外から戻ってきたとき、足に小さな引っかき傷があった。その時は大した傷のように見えなかったが、今ではひどいことになってる。足を失うことになったら大変だ、なんとかしないと。救急箱はわかるけどさ、治療で斧ってどういうこと。足落とそうとしてんじゃん、もう。怪我治してあげたいけどな、ちょっと治せないで。明日病気になるな多分。ほら病気になったよ、もう厳しいよマジで。マジ厳しいって、みんな病気だよ、みんな病気やばいって。救急箱ねえんだもんよ。脱水症状、脱水症状、脱水症状、疲労困憊。あ、そうだよね、そうなるよね。とりあえず水、ほっといたら死んじゃうのかな。もう死なないでほしいな。さあ23日目。お、なんか外からコンコン鳴ってる。連想ゲームして水以外に連想できるものがなくて毎回すぐに終わってしまった。極限状態ですね。テッドの腹が鳴っている。分配の時間。でも昨日ほら水あげたからさ、とりあえず水は大丈夫そうだよね。空腹だけど、空腹はいつものことだ。人間はな、少し腹が減ってるぐらいの方がいいんだ。誰かが扉を必死にノックしている。開けるのは怖いがいい知らせかもしれない。どうしようかな、どうしようかな。なんかほらもういっそのことさ、あのメリージェーンがいたら別にいいんだけど、メリージェーンいないから。あ、いやメリージェーンかな、そんなことないか。いやいいや、とりあえず開けない。24日目。よしよし。しばらくしたらノックが止まり、扉の向こう側にいた者が立ち去った。何だったんだろうね。なんか開けたらさ、すごいなんか不利益を被ることもあるらしいんだよ普通に。だからもしかしたらワンチャンそうかもしれないという。やっぱりここはね、安全に行きましょう、安全に。はい、今どんな感じ。みんな空腹病気疲労、空腹疲労、空腹病気疲労困憊。大丈夫です、何事もない。何事もないことはないんだけど、もういいだろう。ここにいれば安全かもしれないが、眠れないの問題である。早くこの状況を解決しなければ、さもないで宇宙人たちが襲ってきたり、本当の危機が迫ってきた時に眠ってしまう。ごめん本当に寝不足。これ多分明日テッドも病気じゃない、全員病気なんじゃない。あ、やべ、発狂した、テッド発狂した。あれこれみんな発狂してない。ティミーも発狂してるね、ドロレスも発狂してるね。あ、やべ、全員発狂した。メリージェーンだけ全然大丈夫そうだよ、なんか顔笑ってるしさ。あちゃー、眠れないことは気にせずにとりあえず 2,3 時間眠ってみようとしたらダメだった。あっちゃー、これやっちゃいましたね、やばいかもしんない。今回はとある場所に行ってみよう。地元の博物館だ。爆風に耐えた部屋や廊下の壁は黒焦げになっている。場所全体は見たところ悪くない、現代美術のようだ。博物館にある食堂の前には水のボトルが。いいね、水に。他は、お、ガスマスクゲットしてきてんじゃん、やれ。他は、お、何これ、南京錠、やるな。メリージェーンめちゃくちゃ持ち帰ってくんじゃん。おお、他にも銃弾、やばくね。ハーモニカを外に出した時、あハーモニカ壊れたよ。探索中ライフルが損傷した。あら、ライフル壊れちゃったか、仕方ない。でも全員発狂してるしな、全員発狂したな。まあなんか逆にもう
いいんじゃねって気になってきたよ。飢えてるな。でも全員飢えてるから飯は食わせた方がいいな。一応というか水もまだまだあるしな。水も飲ませてやるか。どっちもやろう。ほらフルセットだ、フルセット喜べ。何これ、メリージェンめっちゃ元気じゃん。外で悪党のキャンプ跡を見つけた。明らかに何らかの強い力によって排除されたようだ。そこに残った唯一の生物はゲート前に残る猫。はは、いや猫か。猫入れてやろう、猫入れてやろう。多分この間のやつでしょ、なんだっけ名前、フラスコじゃなくて、なんだっけシュラスコじゃなくて、なんだっけシャリコフ、そうシャリコフ。あ、発狂のおった、ドロレス。あ、テッドも発狂のおった。あ、全員発狂のおったじゃん。やる、飯のおかげだな。ありがとうございます本当に。それとも猫のおかげですか。いや、よかったわ。ティミーは何か口にしなければならない。ティミーは注射が苦手だから、ぶっといのを打ってやらなければ。ゼンハイザーだ。ゼンハイザーって何かわからないから調べとこう。ドロレスは何か口にしたいようだ。ドロレスは正気に戻った。いいね、全員正気に戻ったじゃん。飯も水もお腹に入れたからですかね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。もうこれで何もすることはないでしょう。はい、翌日行きましょう。最悪猫食おう。 OK、 ちょっとメリージェン言っといてよ。もうなんかお前に任しといたら何でもいける気がしてきたわ。銃ないもんな。南京錠って持ってっても意味ないよねきっと。いや、これで行こう。ガスマスクも一応持ってって。